はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の点と直線丸5をお送りします。で、この点と直線、このタイトルこれで最後になります。で、最後1問だけなんで、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、少しね、うんって思うことがあれば、今からこの問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ1問だけなんですが、まあちょっとね、いろいろ書くことがあるので1問だけにしているんですけど、まず今回3点 ABC が決まってます。で、これを頂点とする平行四辺形、平行四辺形なんでもう1点必要でしょ。で、そのもう1点、残りの頂点 D の座標を求めようという問題です。で、先に言ってしまうと、これ場合分けになります。はい。で、場合分けどうやってやっていくかっていうと、まずその前に D ね、求めたいので、まあ XY と求めたいからね、もう置いておくと。では場合分け1です。場合分け3つやっていくんですけど、まず1つ目が平行四辺形ABCD の時と。はい、ここからいきます。多分これちょっと縦で分けていこうかな、今回こうやってね、3つね。で、どういうことかっていうと、残りの D が決まってないでしょ。これ実はその平行四辺形が ABCD なのか ABDC なのか ADBC なのか決まってないんだよね。だから自分で全部分ける必要がある。で、どういうことかっていうと、まず今回 ABCD はちょっと場所わかんない、これ適当に書くからね。じゃあ ABC とこう3つあるとするじゃないですか。で、 ABCD なので総平行四辺形を作るには、ちょっとね、フリーハンドで申し訳ないですけど、まあこの辺ですよね。こういう平行四辺形を今から考えますと、この時の D を求めますということを言ってます。で、実はですね、これ平行四辺形こうなりますよってことさえ分かっちゃえば、やることめっちゃ簡単なんです、ここから。で、何やるかっていうと、平行四辺形のある性質を使います。で、何か、それは平行四辺形ってこう対角線引くじゃないですか。対角線って絶対それぞれの中点になります。つまりここのこの部分、じゃあちょ O とかって書いておこうか。 AO と CO 長さ同じです。ちっちゃくてごめんね。 BO と DO も長さが同じです。それを使います。いいかな。で、どうやるかっていうと、まず X 座標から、いい、 A と C の中点の X 座標いきます。 A と C、 ここだね。4と7、中点っていうのは足して2分のだから2分の11です。これ今 A と C の X 座標行きました。で、次 B と D、 ここの、中点を考えると B と D って6と X でしょ。だから X 足す6、それを2分のとします。で、今これが一致するんです。なぜなら、それぞれの中点両方 O だから、いい、中点と中点なんでね。で、それを X 座標について、もう一個 Y 座標についても書きます。だから、まず AC、 Y 座標は5と3だね。だから足して8なんで2分の8、一応2分の8って書いておこうか、4なんだけどね、イコール。で、 B と D、 これは Y と7なので Y+7、 それに2分のがくっつくと、Y 座標ももちろん一致するよねっていう。で、あとこれの連立解きます、普通に。で、連立はまあ両方2でかけてしまえば11イコール X 足す6です。あとはもう移行して解けば X が5、Y が1かな。なので D は5と1とこうなります。やること超簡単だなね、これさえ分かってしまえば。で、これが場合分け1。じゃあ場合分け2ですね。これ入るかな、大丈夫そうだね。じゃあ2いきます。あのね、同じ一つの回答なんですけど、ちょっと場合分けで色分けますね。赤、青、赤と書かせてもらいます。で、次が平行四辺形 A、 ABDC です。
いかな、この時で、これも同じようにちょっと考えてみようか。 ABC を置いて、これ書けるかな、大丈夫かな。 AB、 さっきの同じ位置にしようか。 C で、ABDC にしたいんで、今度は AB のと C に行かない、 D に行きたいんだよね。だから今度こっちだよね。平行なってっかな、ちょっと許してね。こういう状態、 ABDC と、これも平行四辺形だからね。じゃあこうなるときを考えます。で、やることは同じね、中点が同じってなればいいから。で、さっきとコンビが変わるんだよね。さっき ACBD コンビだったでしょ、今度 BCAD コンビに変わります。なので AD だから、まずここか、4と X 2分の4足す X イコール BC コンビなんで、6と7 2分の13で、次 Y 座標ですね。 AD コンビが Y と5だから、2分の Y 足す5イコール BC コンビが7、3なんで、あえて約分せずにね、2どうせ切るからさ、2分の10と。で、これ計算すれば、 X が9かな、で、Y が5か。はい、これ2個目の答えですね、9の5と。で、ラストです、3つ目。平行四辺形、D が今度 A と B の間に入るから、 ADBC の時。さあ、これも書いてみますかね。ちょっと待ってね。で、 ABC 同じように書くと、 A、BC、 あ、こんな感じかな。で、 ADBC にしたいからこっちか、待ってね、こうなってこうなるのか、ここに D が来れば、あ、今までで一番、ああひどい、ごめんね。こんな感じ、 ADBC と。で、これも平行四辺形になるからね。で、今度は AB コンビと DC コンビになってるので、まあ AB からいこうか。ここだね、4と6だから、2分の10イコール DC コンビなんで、7と X 2分の X プラス7と。で、 Y 座標も AB コンビが5と7なので、2分の12で、DC コンビが3と Y だから、 Y 足す3と。で、これを解くと、2で切るから3と9か。ほい、これで3つね、全部合ってるかな、大丈夫そうだね。これで OK というふうになります。で、このね、3つに分けるとき、これはもちろんイメージして全部書いてもらえば一番分かりやすいと思うんですけど、よく俺がやってるのは、結局 ABCD、 まあこれが一番基本的だよね。で、これだけで書いてしまう子が多い。で、部分点とか原点、そのバスとか食らってしまうパターンが多いんですけど、 D が一番後ろに来たときだから、こう ABC っていうコンビを作っておいて、ここに D が入ったのが最初 ABCD で、次にここに D を入れたのが ABDC で、これで、ここに D を入れたのが ADBC で最後になります。いいかな。で、一番前に D 入れなくていいんですかって言われるんですけど、そこに入れると ABC と同じになってしまうので、だからこの3通りで大丈夫っていう。で、もし最初の問題で、例えばみんなが受けるね、学校のテストとかで、先生がこう問題を書いてあって、ここに ABCD って、これを頂点とする平行四辺形 ABCD の残りの頂点 D を求めようと指定してきた場合は、これだけでいいの、言ってくれてるから ABCD って。でも言ってないんで、今回これがないからさ、だから自分で3通り全部書かなきゃいけないという感じで、ぜひやってみてください。では、今回は高校数学数2の点と直線丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からね、直線の方程式、ちょっとね、また話がガラッと変わって、まあ、そっちをね、取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。